はい、皆さんこんにちは、こんばんは。科学者系 VTuber の星見まどかです。さあ、今日はグノーシア実況プレイのパート2、投票のシーンから始めていきたいと思います。でもここでデータ見れるんだ。でもなんか、なんて言うんだろう、人狼って判断する根拠が前のシーンも結構あんまり得られなかったっていうか、ピンとこなかったんだよね。ノリで選んじゃったっていうか。じゃあとりあえず一回様子見よう。でさ、結局グノシアって何？ S 級ちゃんあんま知らないんだけど。そうなの？異星体グノースに触れた人間は汚れて、人間ならざる者グノシア汚染者となってしまう。そう言われているね。異星体グノース、すいません、先生教えてください。教えてくれそう。異星体グノース、その異星体については何もわかんないらしいね。わかんないんだ。未発見の知的生命体だの、別次元の神にも等しい存在だの、全部ただの仮説でしかない。なんかクトゥルフ神話 TRPG のなんか神様たちみたいな。とか出た、 S 級そんなことも知らないとか、君嘘っぽいんだけど。おー、発言せずに終わっちゃった。あんまり発言しないのも良くないかな。でもちょっと気になるよね。間違っていたらごめんなさい。だけど私にはラキオが怪しく見える。はあ、やっぱそう思った？ラキオは怪しいよね。へえ、君この僕を疑ってるんだ。でもさっきラキオさん違ったからな。いやでも弁護するまで行くかな。弁護するまで、弁護するまでは行かないかな。見守ろう。ああ、終わっちゃった、やっぱり。もう少し様子を見よう。でも発言しなさすぎて怪しまれるかな。そうね、ラキオとか怪しくない？ラキオね。確かに不審かな。なんかセツさん喋ってない、さっきから。でもちょっと弁護してみようかな。なんかラキオさん、そんなに今具体的に怪しいところなくないですか？ラキオへの疑いに反論した。セツが喋らない。セツいるよね、いるよね、セツ。よそに。S 級は何か隠してるんじゃない？おっと、そうきましたか。弁護するほどでもないかな。でも S 級、どうしたの？私は S 級を守る。 S 級を攻めるなら私は戦うから。どうしたの？私のこと好きじゃなかったの？別の女がいいっていうの？弁護には加わらないかな。ちょっと、なんで？説？同感。 S 級を疑う必要はないと思う。ジナまで？なんで？なんで？でもやばい、これで最後のラウンドだ。ちょっと待って待って待って。どうしよう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 、発言する？どうしよう、様子を見よう。誰が敵なのかはまだわからないが、私はラキオを疑うことにしよう。それで何か見えてくるかもしれないからね。なんでこのラキオさんそんなに疑われるの？最初も私ちょっとなんか意地悪されちゃったからラキオさん選んじゃったけど、そんなに怪しい発言してなくない？この人。同じこと言ってる。ちょっと待ってね。でもちょっともう一回弁護する？ラキオそんな怪しいこと言ってないと思うけどな。じゃあここらで冷凍庫送りを決めちゃいますか。どうしようどうしようどうしよう。でもちょっと待って、前世の記憶に引っ張られすぎかな。 S 級、でも入れたくないな、説には。でもなんか説がやけになんか S 級をかばうときに、そんなかばうみたいな感じだったんですよね。なんかそんな S 級殴りに、間違い殴りにじゃない、かばいに行くみたいな、ちょっとそれが怪しかったんだよね。でも説は信じたい。待って、戦ってる、悩ませて。どうしよう、説か。でも S 級人でなじって言われるかもしれないけど、ちょっとセツさんのなんか S 級を強くかばってるところが私は怪しかった。どうせ多分セツゴールドスリープにならないと思うから、ちょっと意思表明するね。セツ、みんなラキオだ。ああ、
この僕を冷凍睡眠させるんだ。この人所定冷凍睡眠ばっかだな。救いがたいね。集団自殺する動物のようだね。はあ、僕はいいよ。構わない。たとえ僕には死刑宣告に等しいとしても甘んじて受け入れよう。むしろ甘美だよ。甘類者だね。ああ、ごめん、ラキオ。バイバイ。ラキオに別れを告げた。ああ、コールドスリップされちゃった。なんでみんなそんなラキオのこと悪く言うの？これでラキオがグノーシアだったらごめん。空間転移まで少し時間があるようだ。自室に戻る前に船内を歩き回ってみることにした。うん。それでは私がご案内させていただきますね。うん、よろしく。娯楽室？わーお！めっちゃ娯楽室じゃん。こちらでは様々な室内レクリエーションを楽しんでいただけます。ご要望があれば遊具を即時生成することもできますよ。即時生成？じゃあパソコンと、あとインターネットにつないだ状態のパソコンください。あと、ちょっとなんか、なんか惑星探査機とかのデータとかないですか？マドカ様にはご希望のレクリエーションなどはございますか？何でもおっしゃってくださいね。ん？今何でもって？じゃあ惑星探査データ、ゲーム、ビリヤード、三次元チェス。ゲームって何のゲームだろう。でも三次元チェス気になる。三次元チェスを遊んでみたいと答えた。まあなんと恥知らずだ。本戦は健全な青函航行戦でございます。そのような三次元チェスなど、あ、口に出すのも気がらしいございます。ごめんなさい。ちょっとだって面白そうだって思ったんだもん。三次元チェスとは、はい、何？三次元チェスって何？そんなエッチなことなの？それともレヴィンさんの感覚がおかしいだけ？それでは別室に移動いたしましょうか。遊ばせてくれないの？遊びたかった。てか、いや、三次元チェスやらせたくないならそんなもの用意するなよ。私悪くないもん。食堂、いいですね。てか、人数の割に食堂広くない？こちらの食堂では乗員の皆様にお食事を楽しんでいただけます。マドカ様はどのような料理がお好みですか？もうね、怖いのよ。さっきのなんかもうステーキって言ったら、ステーキだなんてそんなハレンチなとか言われない？でも、いやね、お寿司もお肉も好きなんですよ。で、ラーメンはね、時々急に天下一品が食べたくなる。でも、ステーキ。このラインナップだったら、ステーキから、ハレンチって言われない？ステーキ。ステーキを食べたいって答えた。申し訳ございません、マドカ様。当選では取締り対象品はご提供できかねます。提供できないなら言うなよ。とはいえ今はお食事をなさる時間がございませんね。よろしければ仮想の施設もご案内いたします。食べれないなら聞くなよ。廊下のスロープを下っていった。仮想には船内環境維持や青函移動のための施設が集中しております。当船 DQO の心臓部と言うべきエリアです。DQO 何の略だろう？ドラゴンクエストオメガ。あら？ EVA 準備室にどなたかいらっしゃいますね。EVA は、なんだろうな。エレクトロニックバーチャルアドベンチャー。適当すぎる。あ、ジナだっけ？ジナ。あ、綺麗、美人。誰？ああ、グノーシアだなんて言わない言わない。名乗る。マドカだよ。そう。ラキオなら、もう眠ったよ。私、見届けたから。ああ、悲しい。この宇宙のどこかにいる何かが、私たちを狂わせる、別のものに変えてしまう。もし、眠らせることに失敗したら、グノーシアがこの船を支配してしまったら、グノーシアは何をするの？そっか、みんなもグノーシアに占拠されたことないから分かんないのか、どうなるのか。おそらくグノーシア汚染体は残っている乗員を消滅させるでしょう。ただし汚染体によっては極度の可逆傾向を示したり、人間を利用して動物的本能を満たすケースもあるようです。怖い、怖いこと言うね。自治体の私ですら記録から抹消したくなるような例も残っています。データあるんだ。ちょっとそのデータ開示してくれない？気になる。怖いね。うん。いや、正直私も怖い。自分も恐ろしいと告げた。これ、名前カタカナでマドカにすればよかったかな、今更だけど。ジナ、うん。外を見てる。待って、
私もさ、ちょっと外の景色見たいんだけど、見せてくれない、見せてくれない、宇宙見たい。まどか様、ジラ様、空間転移の時間が迫っております。そろそろ実質にお戻りくださいませ。うん。まどか、何？誰がグノーシアか、私、わかるかもしれない。じゃあ、投票しなよ。そのことを投票の場で言いなよ。明日、みんなの前で話すから。おやすみなさい。いや、グノーシアがわかるかもなら、さっきの投票の場で言いなさいよ。ラキオじゃないってこと？それ、無駄にあれしただけじゃない？昨夜、グノーシアの襲撃によって、セツが消滅しました。セツ、ごめん。セツ、セツ、セツ。セツがやられちゃいましたか。もう、ちょっと、とりあえず、ジナさんの発言を待とう。様子を見る。少し話をさせて。私はエンジニアだから、この船で私だけ調査機器を使える。そうなの？私は何？サイエンティスト？だから、昨晩の空間転移の時、SQ の次元波を調べるように設定した。転移のタイミングなら解析できるから。それで、待って、SQ のことを疑って、それでセットしてたってこと？だから昨日わかるかもって言ったのは、これから解析するってことだったのね。ごめんね。昨日あんなこと言って。それで、わかったよ。SQ はグノーシア。エンジニアは空間転移のたびに一人ずつグノーシアか否かを知ることができます。エンジニアは一人しか存在しません。占い師みたいな。そっか、初日はジナが死んじゃった襲撃されちゃったから分かんなかったんだ。なるほどね。へえ、そう来るんだ。レビー、私がエンジニアだって証明できる？それは申し訳ございませんが不可能です。確かに1名分のエンジニア権限申請は受理いたしましたが、それが私だとは言えない。はい、上位の皆様の個人データが汚染されている可能性がございますので、エンジニア権限とジナ様との紐付けが不可能な状況です。なるほどね。個人データがなんかね、そういうこともごまかしちゃった。そういうこともあり得るんだ。そう、わかった。あとは窓か、あなたが誰を信じるか、それだけ。また私に委ねられる。データ参照からエンジニア報告を確認することができます。データ参照エンジニア、ドクター報告なんてのもある。ドクターって何？霊媒師みたいな。グノーシアと報告された、人間と報告された。はい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 。数字は各エンジニアと対応する。なるほどね。一番がジナさんで、今回ジナさんしかいないから。これもしかして人数増えたりする？今後なんか仲間増やしていく？どうしよう。ちょっともう一回様子を見させて。こう言っちゃ悪いけどさ、 SQ ちゃんジナのこと苦手っていうか鳥肌が荒れちゃうのよね。あれってなんだよ。私が憎いの？そう。でもジナさんいい人だと思う。昨日話した感じ。弁護しよう。ジナへの疑いに反論した。もう一回だけ様子見させて。誰も何も言わないならもう眠る人を決めればいいと思う。投票始めない。なるほどね。じゃあ発言しよう。じゃあ SQ を疑う、 SQ を疑う、 SQ の疑わしいところを指摘した。SQ は嘘をついているから、少なくとも私にとってはそう。こう言っちゃ、また同じ発言か。いや、弁護しよう。じゃあここらで冷凍コークリを決めちゃいますか。これが占い師なんだっけ、エンジニアのマークね。でもエンジニア権限申請受けてるんでしょ。今一人いるってことなんでしょ、きっと。それが説とかラキオだったりしないかな。いやでも、私は昨日おしゃべりしたジナさんを信じたい。信じていい？信じすぎ？簡単に人。でも、SQ、SQ ちゃん、ごめんね。君に決めた。私の投票で決まるのやだな。しょうがないんだけどさ。コールドスリープって美容的にどうなんだろう。それはわかんないです。 SQ がコールドスリープしました。バイバイ。なんか別れを告げるとかあったっけ。ちょっと
選んでなかった。ありがとう。え、誰？この発言。あ、ジナ。私がエンジニアだって信じてくれたから。自分が生き残ったことより信じてくれたのが嬉しい。こちら、もっと感謝しろ。そんなこと言わない。こちらこそ。こちらこそありがとう。と感謝した。うん。じゃあ、部屋に戻るから。え、この後は何？私たち二人の船旅？すでにコールドスリープした人を起こさない？また明日。え、なになになに？ジナは嘘をついている。ちょっと待って、びっくりしちゃった。さっきの一瞬で、え、あ、ジナだった。直感の能力値が高いと相手の嘘を見抜くことができます。相手の演技力が低いとより見抜きやすくなります。はい、ジナがグノーシアだった。はあ、船はもうグノーシアのものだ。彼らは次の停泊地で新たな犠牲者を探すだろう。あ、HQ ちゃんが、ジナー信じてたのに。どい。ジナーもグノーシアってそういう生き物なのか。じゃあ次へ。え、なんかデータ参照でも特に見る。あ、仲のいい人ジナになってる。私、セツとでも仲良しになりたい。セツがエンジニアだったんだ。あー、やっぱそうだったのか。なんかちょっと節とかラキオだったらっていう話さっきしたけど、うわー、節ごめん、節ごめん、ほんとごめん。あ、じゃあ節がもしかして S 級をすごいかばってたのって、節がエンジニアで S 級のことを占って、あの上院って分かってたとかなのかな。でも1日目で使えなかったのかな、あの時は。へー、ごめん。いやー、ループ3。え、何回ループするのこれ。という状況なんだ。みんな協力してほしい。何？茂道？ひらがなの名前仲間がいた。え、お前宇宙人じゃん。いや、でも確かみんな出身地結構バラバラだったから、みんな宇宙人って言えば宇宙人かな。茂道。おいおい、この船に宇宙人がいるとか、マジかよ、怖え。お前だろ。あれ、あ、また違う人が出てる。ステラ、いい名前。宇宙人というより正しくはグノシア汚染者ですね。それが2体検知されたと。2体も？この2人も話し合いの参加者だろうか。グノシアも2体いるらしいが。ああ、ラキオだ。その2体のうち1体が茂道と。なるほどね。ほま、ラキオ、俺が宇宙人なわけねえだろ。宇宙人だろ。どう見ても宇宙人だと言った。いや、お前、見た目で人を判断すんなって。これはあれだ、いろいろあるんよ、いろいろ。いや、でも例えばこのみんなね、出身地違うみたいだから、それぞれの環境に適した格好なのかもしれない。茂道さんの出身地だと、この私たちみたいな姿よりも茂道さんみたいな姿の方がね、このなんていうの、環境に適していて、そう進化しただけかもしれない。ちょっとデータ見させてもらいますね。あ、仲のいい人ステラ、仲の悪い人ラキオ。なんで？私、ラキオのこと嫌いじゃないよ。上院データ、ジナーでしょ？で、S級ちゃんでしょ？この一番下の人狼マークみたいなのなんだろう？で、ラキオでしょ？で、ステラさん、あら、いいね。26歳、女、出身地非公開。なんで？教えてよ。茂道ちょっとセンシティブじゃない、その格好。あ、でもそういう文化なのかな、そういう文化だったら。識別年齢88歳。茂道おじいちゃんって呼ぼうか。おじいちゃんは88歳なのね。あ、でもそっか、寿命が違うのかな。惑星シャン群ではなんかこの寿命が違うとか、文化の違いを尊重しなきゃいけない。え、でもおじいちゃんって呼ぼう。おじいちゃんね。で、説でしょ。うん、茂道だけ人生経験がすごい豊かじゃない？へえ、宇宙人じゃないの？逆に残念なんだけど。っていうか、みんな宇宙人じゃないの？だって地球出身とかじゃないんでしょ、全員が。うん、茂道は残念。どういうこと？へえ、残念だからといってグノーシア汚染者とは限らないだろう。ここは冷静に話し合おう。そうですね、時間は限られています。誰がゴールドスリープすべきなのか、
皆様の意見をお聞かせください。てかさっきからちょっと気になってたんだけど、誰かをコールドスリープするじゃなくて、誰かがコールドスリープするっていう、なんかなんて言うんだろう、自動って、なんか自分からのあれなんですね、コールドスリープって。今回は愚弄者が2体潜んでいます。エンジニアが名乗り出てくればその報告が愚弄者発見の手がかりになるでしょう。はいはいはい。じゃあちょっとお話ししましょうか。でも、え、待って、ステラさんいいペン持ってるね。なんかお星様のマークついてる。え、っていうか待って、ボード持ってる。私もね、ボード持てるよ。ほらね、え、ステラさんとお揃いだ。ステラさんのこと信じよう。続きやろう。様子を見る。第一印象から決めてました。ステラが怪しい人。なんで、ステラさん怪しくないよ。そうですか。私、その…あ、でもちょっとここは弁護しようかな。ステラさんはいいペン持ってるし、私と同じこのボード持ってるから怪しくないよ。今、ステラに消えてほしくないな。なんで？じゃあ次、また様子を見よう。あのね、ちょくちょく下見るのはコントローラーのボタンの位置確認してます。S 級がまがいものなんじゃない？そんなので本物の人間だったら逆に哀れだよね。S 級様に関心を向けるのは良いアイディアだと思います。なんで？ S 級ちゃん、なんで？おっと、そうきましたか。でも S 級ちゃん。いやでも下手に弁護するのもあれかな。うん、様子見しとこう。おお、おじいちゃん。おい、むやみに S 級を疑うな。こいつ誤解されやすいやつなんだよ。お前もな。どうか。S 級を疑う必要はないと思う。じゃあちょっと同調してこう。うん、そんな怪しいところはないと思いますよ、今のところは。じゃあみんな、でもちょっと話を進めるために、なんかかばう、ジナさんはいい人だと思う。あのさっきダメだったけど、ジナさん今度は信じたい。さっき人道だったから、今グノシアじゃないでしょ。ジナを信頼してます。ちなみにごまかそうと思ったけど白状していい？本当はね、ステラさん選ぼうとしてたのになぜかジナをしちゃった。黙っておけばバレなかったかな。演技力が高かった？どうだろう。そうだね、ジナなら信じてみてもいいんじゃないかな。感謝してる。でもじゃあちょっとみんなの会話見よう。そうね、ステラとか怪しくない？あれ、また同じ話？そうですか。私、その、S 級の狙いは何？私たちの分断？そんな手に乗るわけにはいかないかな。どうだ、ステラは俺たちの大事な仲間だぜ。おじいちゃん結構いい人だ。じゃあ、今度こそ、ステラをかばう。ステラを信頼しています。だって、同じボードと、なんか、かっこいいペン持ってるから。ね。あと、服のデザインが好き。ありがとうございます。嬉しい。あと泣き袋がエッチ。待って、なんかイヤリングも素敵だね。ピアスかな？イヤリングかな？やめといた方がいいんじゃない？だってステラ、あれっぽいっていうかさ、ね、S 級ちゃん、あれっていう発言が多いんだけど、多いっていうかまだ2回目くらいかな。あれって何さ？どうか、ステラを信用するのは危険。へー。待って、もしかしてこれみんなの誰が誰を信じてるって覚えておいた方がいい感じ？あー、覚えておけることが少ない。でもそろそろ議論をやめて投票といこうか。民主主義万歳ってね。あは。誰にしよう。誰にしよう。でもみんなが結構怪しんでたのはステラですよね。でもステラのことは信じたいから、S 級ちゃんも疑われてたっけ？いや、私の投票で左右されないやろってことで S 級ちゃんにしよう。ごめんね。あー、S 級、S 級、ステラ、ステラ、S 級、S 級、ラキオ。え、ちょっと待って。S 級4票、ステラ2票だから、あ、よかった。私では決まらなかった。どのみち S 級になるんだね。S 級、ってか、エンジニアだったら先に行ってね、本当に。そういうの、あ、でも殺されちゃうのか、エンジニアって先にカミングアウトすると。なんか私だけに教えてほしい、エンジニアだってこと。まあしょうがないんだけどさ、コールドスリープって美容的にどうなんだろう。S級がコールドスリープしました。バイバイ。あ、待って、別れを告げるってあったっけ。まあいいや、実質。
先ほど S 級様のコールドスリープを確認いたしました。まだ時間もございますから、他の方とお話しして情報収集なさってはいかがでしょうか。それでは船内マップを表示いたします。え、マップあるの？お？おお。投票の後、好きな場所に一度だけ移動できます。人と話をして仲良くなれば、あなたのことをより信用してくれるかもしれません。そっか、私のことも信用してもらわないといけないもんね。ちょっと待って、どれで動かすの？あ、これか。目、てか丸いんだ。なんか宇宙船、あ、そういう形なんだ。へえ。メインコンソール、ミーティング時に集まる部屋、前方には操縦席、後方には巨大なコンソールがあり、船内すべての情報を統括している。しげみっちゃん、おじいちゃんがいるのね。で、次、個室4。収納やデスク、ゆったりとしたベッドを構えた一人部屋、ラキオがいる。で、医務室。治療カプセルで診断から処置まで適切に行ってくれる。そのままコールドスリープ室に送ることも可能。ロビー、明るくくつろいだ空間でちょっとした雑談談話に最適。オートメンテナンス水槽には小さな魚やエビなどが生態系を形成している。食べたくなっちゃわない？大丈夫。で、下、動力室。船の動力炉が中央に大きく配置され、低いうなりを上げている。また、奥の扉は重力管理室につながっている。へぇ。でも、悩むけど、やっぱ私は、このね、ボード持ってる仲間として、ステラさんとお話ししたい。私を訪ねてきてくださったのですか？嬉しい、まどか様。様付けはちょっとやめてほしいかな。情報収集できてなくない？全然話してなくない？昨夜、クノーシアの襲撃によってラキオが消滅しました。ラキオ、そう、ラキオともね、いろいろおしゃべりしたいんだよね。すぐ死んじゃうから、ラキオ。結局、私、ステラさんと、なんか、お話できたの？ラキオ、また私は、失敗したのかな？また？君も、もしかして、ループしてねってやつ？とりあえず、様子を見よう、一旦。平安。エンジニア権限を持つ者は恐れず名乗り出てほしい。あ、そっか。でも昨日仮に S 級ちゃんがグノーシアだったとしてももう一人いるもんね。誰も名乗り出なかった。やっぱまだグノーシアが二人残ってるかもしれないし、殺されるかもって思ってるのかな。様子を見よう。ステラは信用できない。なんで？そうですか。私でもみんなが疑ってるよね。みんなね、もっと根拠を出してほしい。ステラさんはこうこうこういう理由で疑っていますみたいな、その根拠がない発言を私はね、信用できないよ。直感じゃダメだと思う。な、ステラにきつく当たるだってな。そう、急にね、根拠もなくきつく当たるのは良くないですよ。信頼してるっていうか、それは良くないと思う。今ステラに消えてほしくないな。昨日と同じ流れだ。昨日でいいのかな。発言。疑う、せつ、ジナ、ステラ、しげみち。しげみち。おじいちゃんは、でも逆に信用できると思う。いや、でも昨日ジナのこと信じるって一応言ったしな。コロコロ意見変わるのはよくない。せつ、いやでもせつのことは疑いたくないから様子を見よう。こんなこと言いたくないんだが、ジナは変じゃないか。気のせいだったらすまんけど。待って、今。嘘ついてる？しげみちは嘘をついてる。しげみちがクノーシア？しげみちがステラを…ん？ちょっと待って、誰だったっけ？ちょっと待って、ログ。ジナが変じゃないかって言ったわね。じゃあジナは白と見よう。ジナ白、しげみち黒で見よう。ちょっとそれは違うんじゃないかな。それは違うよ。時代の疑いに反論した。じゃあ、疑うで、おじいちゃんのこと私信じてたのに。しげみちの疑わしいところを指摘した。さっき、しげみちおじいちゃんは嘘をついていたと思います。しげみちね。確かに不審かな。これ、怪しいのか？ショックだぜ。だって、さっきの怪しかったもん。様子を見よう。嘘をつくのは構わないよ、しげみち。だけど、それは何のための嘘なの？ちょっとね、しげみち、そっか、こうやって空気を作っていって、他の人の投票先も、私の発言とかで変わってくるのかな。しげみち、
おじいちゃんが怪しいと思います。俺怪しいのか、ショックだぜ。ちょっと茂道怪しいぜっていう空気作っていこう。私たちに残された時間は限られています。誰をコールドスリープさせるか決めましょう。これはもう今回は迷いません。おじいちゃん、君に決めた。わー、みんな茂道だ。だよね。え、これやっぱ流れ作れるのかな、わかんないや。ちょっと何回か試してみて。くぅ、悔しい。俺のこと信じてもらえなかったのが悔しいな。コールドスリープしながら反省タイムだ。バイバイ、おじいちゃん。あー、泣いてる。おじいちゃんごめんね。でも嘘ついてたっぽいから君。え、めちゃくちゃあの直感大事じゃないですか。直感下げなくてよかった。あー、すべてのグノーシアがコールドスリープしました。じゃあ、S 級と茂道だったんだ。グノーシア班の消失。これで私たちの勝利が確定いたしましたね。よかった。グノーシアだった人は、これからどうなるんだろうね。どうなるんだろう。結果を表示します。終了後の公開日誌では、みんなの隠された意図や行動を知ることができます。公開日誌はデータ参照から見られます。はーい。じゃあ、ちょっとね、でもお時間がお時間なので、今日はこのあたりで終了にしようかな。次回はデータ参照からやっていきたいと思います。よかった。ちゃんと人狼当てられて。ではでは、あ、ステラがエンジニアだったんだね。はいはいはい。では、これにて、グノーシア実況パート2終了にしようと思います。また次回もお楽しみに。バイバーイ。